にかく逃げよう。待ってください。その普
通の応急処置じゃダメなんです。飲んでる薬の影響で。だからうちに帰れば止血剤があるんです。それを使えばこの程度なら。あ、はい。はい、その気が急いでいたから。そうですね。じゃあお願いします。すみません、タオル汚してしまって。私、やっぱりバカですね。急に心配になっちゃったんです。国見くんのことがです。悪夢から覚めたような感じで、ふっと目が覚めて、そしてすごい胸騒ぎに襲われたんです。虫の知らせみたいに、国見くんのことが急に心配になって。電話したんですけど繋がらなくて、それでますます心配になっちゃって。寝ているだけだって頭では分かっていたんですけどね。傷自体は浅いですから。本当ごめんなさいです。起こしちゃいませんでした。車ですか。前に特に体調の悪い日は車を出してもらって病院に行く時がありました。だからもしかしたら本当に私だったのかもしれないですね。え、嬉しい？
そうですよね。もしかしたら本当になっちゃったかもしれないんですよね。そう考えると本当に怖くなってきます。着きました。すぐにバタバタ出ていきましたよね、二人して。懐かしいです。家族はまだ寝ているはずですから。国見くんも私も大丈夫です。タオルどうしましょうか。あ、でも一応お医者さんに行こうかと思うので今日は休むかもしれないです。キッズ、レッ。かこちゃん、今日は休みなんだね。心配。だってほら、最近学校で欠席の人が多いから。知ってんの？言ってたって言ったと思うけど。今日は3で、妙に落ち着かないわね。言われてみれば本当だ。いつもなら猫まっしぐらで先間食べてたと思うけど。いなくて寂しがってるのかも。ほら、ちかこちゃんはサンデーのお気に入りだから。ふーん、そうなんだ。ほらほら、こんなに寂しそうに泣いてる。
猫の寂しそうな鳴き声って。図書院行くよね。島武君、結局今日も来なかったね。どうしたんだろう。え？どうやっても目が覚めないの？そう。終わっちゃったね。ねえ、これからちかこちゃんのお見舞い行こうよ。うん、じゃあ早速向かおう。うちの場所って知ってる？それが条件ならそうしますぜ。スペクタクルだね、そりゃ。わざわざ駆けつけたのか。京介くん、ちかこちゃん、京介くんのことが好きみたいだね。